オクテットチャンネル。最初のコーディネートはミドルグレーで構成したスーツスタイルです。非常にベーシックなミドルグレーのスーツですね。でその中に非常に相性のいいサックスブルーの、シャツを入れてます。そしてネクタイは、まあ、ベーシックで相性のいいレジメントのタイで、ちょっと春らしい明るめの色を拾ってます。チーフはベーシックに TB フォールドで刺してブラックのシューズ、そしてカバンで締めるっていうスタイルですね。まあ、春らしさもあるんですけど、非常に清潔感もあって好印象なスーツスタイルです。はい、続いてのコーディネートはジャケパンスタイルです。ベーシックなネイビーのジャケットに対してサックスブルーのシャツ、そしてグレーのスラックスを履いてます。まあ、すごく、ビジネスコーデの鉄板中の鉄板のコーディネートです。靴は先ほど用にブラックのダブルモンク、そして黒のブリーフケースですね。まあ、印象は、スーツスタイルよりはちょっと砕けた印象ながら、ちょっと軽快で仕事ができる雰囲気になると思います。3着目のコーディネートはテレワーク仕様にドレスダウンしたコーディネートです。ネイビーのジャケットに、白のポロシャツ、そしてグレーのスラックスを履いてます。ただ、ポイントは、全てが少しリラックスしたアイテムを使ってます。パンツは例えばドローコードになっていて、非常にストレッチが効いているものを、採用することで長時間座っていてもシワにもならないですし、非常に楽に履けます。とただテレワークの時に急なリモート会議とかそういうのがあった時に、必要になるジャケットですね。ということでジャケットは着用しています。ただこれも、ニット地のジャケットを採用して、非常に着心地も楽でカーディガンのように羽織れるものを使ってます。全体的にリラックスしたアイテムを使いつつも、ポイントは抑えてきちんと見えるビジネスコーディになってます。木曜日のコーディネートはアズールエマロールでまとめたスーツスタイルです。連日の仕事の疲れもあって少しテンションが下がっている時なんかに、アズールエマロールというイタリアの華やかなコーディネートのスーツスタイルにしてあげることで、まあ、もちろんビジネス感っていうのも保ちつつも、身だしなみから気分を上げて仕事を頑張るっていうコーディネートです。ブラウンのネクタイと同系のブラウンのチーフ、革小物系も全てブラウン系に統一することで、全体的にネイビーとブラウンでまとめた統一感のあるスーツスタイルになってます。はい、最終日のコーディネートは少し華やぎを加えたジャケパンスタイルです。今までのビジネスコーデとは違って、最終日はですね、少し柄のジャケットで華やぎを加えています。全体的には、グレーのジャケット、そして白シャツ、そしてネイビーのパンツです。そして、革小物はこのブラウンの色が入っているの分かりますかね。この色を拾ってあげて、ブラウンで統一をしております。まあ、週の終わりということもありますし、この後土日と、お休みがあるということで、一応ね飲みに行くようなことも想定しつつ、少し華やかでややドレスダウンしたコーディネートで行くのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はですね、ビジネスマンの1週間コーディネートというのを撮ってみました。まあ、好評いただけたら、ぜひね第2弾もやっていこうかなと思いますので、ぜひコメント、そしてご質問お待ちしております。あとですね、この動画は毎日写真に残してますので、ぜひご視聴なさってください。ということで、ムネさん、バイバイ。